高校理数科3年の遠原咲です。同じく理数科3年長峰伊織です。同じく理数科3年又吉瑞江です。せーのうまいもん甲子園の全国大会に沖縄県代表で出てタコそばというものを考えて作りました。特別賞を取りました。沖縄の食材の中で私たちが大好きな沖縄そばとタコライスを組み合わせたら絶対に美味しいと思ったので組み合わせました。スーツをつけてて偉い人がいっぱいいて、その中でプレゼントか調理とかするのはとっても緊張したんですけど、自分たちの実力を精一杯に発揮できてよかったです。いい経験ができました。全国のいろんな人と出会えたりしたことがいい経験だと思います。大会が終わった後に全国の出場チームの人たちとご飯を食べながら会話できたことです。竹下通り109スカイツリーを見たことで、あとみんなでサイゼリヤにご飯を食べに行ったことです。初めてなことがたくさんあったのでとても刺激的でめっちゃ楽しかったです。その中でも一番どこが楽しかったですか？サイゼリヤ。サイゼリヤそうです。一番本当は109がとっても興奮しました。店員さんから可愛い、洋服も可愛くて全部キラキラしてましたうまいもん甲子園の沖縄県大会で優勝したことによってファミマの商品化の権利を得ることができました。沖縄のファミマで3週間自分たちが作った料理を販売することができる権利です。高校の前のファミマにもたくさん並んでいてとっても嬉しかったし、いい経験になりました。学級費でクラス全員で2人1個買ってみんなで食べました。みんなとっても美味しいって言ってくれて嬉しかったです3人で集まることがとても多かったので、最後ら辺は3人で集まるっていうことがとても楽しみで、なんか早く来ないかなってずっと思ってます。今まで自分だけでスーパーで買い物をすることが全くなかったんですけど、いざ自分たちで買い物をするってなって食料の場所が分からなくてめっちゃ時間かかったことです。今後はこのタコそばが県民食になって秘密の県民食に取り上げられることが夢です。私たちの作ったタコそば美味しいので食べてみてください。イエーイイエーイ。BBB やってみて。I have a soba. I have a taco rice. Taco soba.